Digita News Web. まあ、皆さん、まあ、明日から私たちと同じ白衣を着てベッドサイド臨床に来ていただきます。患者さんが富士大学大学病院に入院するっていうのは、おそらくはまあ命がかかった病になってしまったので、初めてここに来てどうなるかわからない、まあ、そういう中で必死にいらっしゃる、まあ、そういうところに皆さん方が現れて何をするか、まあ、それに対しての責任は非常に重い、非常に辛い時、苦しい時、大変な時、まあ、そういう時にこそ頑張る、患者さんのために頑張り抜く、まあ、そういうお医者さんに君たちになってほしいなと思います。できるだけ多くのことを吸収し学び取れるように謙虚な姿勢で実施を行いたいと思います。一つ、我々は未来の医師として人々への貢献に自らの人生を捧げます。導いてくださる全ての方々への礼節、感謝と尊敬を忘れません。いただいた白衣の責任と使命を心に刻んで、学生一同心を一つにして日々研鑽を積んでまいります。実際来てみて、これから病院に出るんだという責任感を持つことができました。将来自分がどんな環境に行ってもより良い患者さんに対する治療が行えるような協調性と主体性を持って実習に参加したいと思っています。私も両親や周りの今まで支えてくださった方々への感謝を忘れずに、小学では身につけられない実際の現場でしか学べない多くのことを学んでいきたいと思います。